どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はまだ冬ですけど、もうちょっとで春かなーってことでですね、あらゆる世代で、おじいちゃんおばあちゃんから大先輩から、キッズから、私みたいなこうミドル世代までね、みんなで歌える曲です。どこかで春が、童謡というか唱歌というか叙情歌というか、どこかで春が、この曲をこのちっちゃいウクレレで超絶ガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。はい、いつものように2バージョン、最初はなるべくシンプルにして4つ弾きにした、超簡単バージョンやって、後半はアルペジオでちょっとおしとやかな、しっとりこう春を待つ何かみたいな感じでやろうと思うんで、最後までご覧になってください。で、この曲はですね、ちょっとタイミングというか拍が2拍のところが出てきますんで、ちょっと要注意ですね。そこ多分ちょっと後で説明するんで、確認しておいてください。さあ、大好きな曲、季節の曲、今この時期に歌いたい曲を思いっきり歌う、アカペラもいいしカラオケもいいですけれども、やっぱり自分のなんかこう演奏しながら、楽器を演奏しながら弾く弾き語りが、これは楽しいんでございます。ぜひ皆さんに始めてもらいたいんですけど、ピアノとかギターとかやっぱりね、難しいんですよ。確かに素晴らしくいいんですけどね、まず取っかかりとしてこのウクレレさんがすごくいいです。音楽私にはできないかなとか、私楽器は苦手というそこのあなた、ウクレレさんが助けてくれますよ。弦4本しかないし、ちっちゃいからいつでも持ち運びできる。これで音楽のこのまず最初の一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。しかも今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、あれ私今音楽してるじゃんってなれますから。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンをここというところをクリックして、その出てくる順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、そういう風になります。はい、じゃあリンク行ってくださいね。初心者レッスンはここクリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽がもう700曲以上、ウクレレレッスン簡単レッスン動画としてアップロードされてますから、皆さんの好きな曲もきっとあります。そのさっきのリンクのところの下の方に行くとジャンルボックスでいろんなのがあるんで、最新 J-POP から洋楽から童謡とかね、もう今日やりますけど、あとはハワイアンもあるし、夏メロもある、演歌もあるし、もうアニメソングも何でもあります。大好きな曲きっと見つかると思います。行ってください。じゃあそれでやってみましょう。どこかで春が、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1,2,3,4。はい、どこかで春が、ゆっくりシンプル簡単バージョンやってみました。この曲はこの1番だけで終わりという、この潔の良さというか春めいた感じが素晴らしいと思うんですけどね。ちょっとわかりました。2拍って出てたでしょ。ちょっとね、これ解説しましょう。このイントロはですね、ちょっとのいろいろ YouTube で見てみたんですけど、いろんなバージョンがあったんで、すごくシンプルにガズレレ流で C と G7 最後伸ばすってやつやってみました。で、いつものことなんですけど、この上の段は今やった簡単バージョン。下に囲ってるのはこれから後半でやるかっこいいバージョンが出てくるんで、これを見ながらやってます。ちょっと待ってね。今やったらこうですよ。ワンブロックに4回弾くわけですから。C、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 あ、違う、それ言っちゃダメな。C、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 ここね、Am2 拍って書いてあるでしょ。1、2って2回弾いて、
1234です。1234、1234、1212、1234です。ここは4拍。ここ2拍って書いてある2拍。何にも書いてないとか4拍ですから。はい。この辺をちょっとご理解の上、これをメモってください。動画と一緒に見るのも、歌うのもいいんですけど、やっぱ自分でノート書き出すときがすごく大事だと思いますので、ぜひこれを参考にどうぞ。はい。この2拍がポイントですからね。はい。4回、4回、2回、4回で弾きますからね。はい。シンプルでございます。はい。はい。かっこいいバージョンと簡単バージョンではちょっとここのコードが変わります。でここがなんていうかなちょっとパターンが変わるとこ山の3月ってとこですね。はい。でここまた戻って終わりというシンプルな構成になっております。はい。シンプルなこう何回も言うようですけど200がポイントかな。はい。です。で出てくるコードは見てください。 CAmG7 です。今やった簡単バージョンは入門コードですよ。これは C と Am と G7 ってもうウクレレ始めたその日に覚える3つですから、ぜひこれはぜひいろんな世代でお子さんもこれ知ってたら歌える、もう大先輩お年寄りもこれは一緒に歌って、もうこのこれ3つのコードですからデビューするね持ってこいかもしれません。シンプル簡単バージョンはもうこれ以上もう簡単にしようがないというバージョンでしたね。これからかっこいいバージョン入っています。かっこいいバージョンでもう1個コード追加します。 Em7 というコード、この Em7 というコードが、こういうところでちょっと出てきますんで、これはね、G7 を押さえた時に、これを隠すと、は、同じになるんで、G7 の人差し指離したやつと覚えるといいと思うんですけど、まあ今日はこの4つで、簡単、かっこいいバージョンやってみようと思います。で、このコードのことよくわかんない方、はい、一応これを伝えておきましょう。ガズレレ必須コードといって、コード8個のグループを、まず、最初に、覚えてください。コードっていうのはね、星の数ほどあるんですけどね、全部覚えようとかそういうことはしない。まずいいです。最優先とこの8個のコードを最初に覚えてほしいんですけど、簡単ですから、難しいコードはないです。それを覚えると、今ご覧になっているガズレレ YouTube で700曲ぐらいの曲をもうね、ほとんど8割方できちゃうんですよ。ガズレレ流ではこれを基本にしています。以前このコードを8個めちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここに貼っておきますんで、これはね、楽しいですよ。面白おかしく覚えてください。でも今日はそこまでいかなくても、入門コード3つ、4つでできるんで、まあ、いずれここで勉強してくださいね。8個覚えましょう。で、弾き方なんですけど、ここ見てください。アルペジオの弾き方でやってみようと思います。かっこいいバージョンはね。はい。アルペジオっていうのはこういうやつです。ちょっと見ててください。チャントン、タントン、タントン、タントン。はい。これでいく。これは分散和音という弾き方ですけど、これでこと、なんかこう、しっとりおとなしく、こう、魂をこう、ゆったり込める。このイメージでやってみようと思います。アルペジオの弾き方、以前わかりやすく解説している動画をここに貼っていくんですけど、このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚で、その中からアルペジオ、そこで弾き方練習してください。これ楽しいですよ。かなりゆったりになりますね。はい。春にふさわしい感じです。はい。このコードと、ちょっとコードが、さっきも言ったんですけど、そうだ。この辺コードが変わってきますからね。ちょっと最初のやつより忙しいです。当然忙しいです。アルペジオとコードが変わるってことで、どこかで春が。かっこいいバージョン、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみます。 1,2,3,4。 どこかで春が生まれてる、どこかで春がアルペジオでかっこいいバージョンやってみました。こう淡々とね、か細いアルペジオでやるっていうのがこうね、急に曲の表情がまた変わりますよ。4つ弾きもまあいいですけど、まあ、こうやっていろんな弾き方で、一つの曲をやってみるとこの表情の違いが
わかるんじゃないかなと思いますけど、やっぱアルペジオがこれは気持ちいいかな。はい、ぜひ皆さんも、季節の曲、思いっきりあらゆる世代で楽しんでこう歌ってみましょう。春を喜びましょうって、まだ春、まだちょっと違うかな。もうちょっとですけどね。はい。やってみました。ウクレレすごく楽しいじゃないですか。で、簡単でしょ。今日の曲なんてコード3つだしね。3つ4つでしょ。楽しいと思った方、どんどん周りの方に教えてあげてください。この曲なんてウクレレデビューにふさわしいと思いますので、ぜひお願いします。楽しい人が増えたらやっぱり最高ですからね。はい。ガズレレではいろんなことやってます。イベント情報、ウクレレの販売とかもう本も売ってるんです。その辺のご案内、この後させていただきますので、ご覧になってください。ありがとうございました。じゃあどうぞガズレレホームページご覧になってください。どうぞこちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい。で、イベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる、私の人生ってばっかり、僕はね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることが、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など、書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部、もう全部手書きです。このさっき見せた、こういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこのね、これです、これ。はい、ガズレレ歌本、こんな感じで出てます。1冊につき50曲入ってて、ボリューム5になるんで、僕250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん CD も出してるんでね、レッツゴー最高、これ CD なんですよ。はい、こっちかっこいい版と、練習版の CD、これがね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください、お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いします。あー、もう盛りだくさんですよ。もうガズレレで、もうね、伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください、ね、それではまた音楽で楽しい時間いっぱい過ごしましょう。皆さん、楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして、自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。誰でもほらすぐできるよ。